アルバロペレーラは、ウルグアイの首都、モンテビデオ出身のサッカー選手。クルブリーベルプレート所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。元ウルグアイ代表。2003年に、CS ミラマール・ミシオネスでキャリアをスタートさせ、2年後の2005年に、アルゼンチンのキルメス AC に移籍した。2006から07シーズン終了後に、 クラブがプリメーラディビシオンからプリメーラビーナシオナルに降格したため2007年に AA アルヘンティノスジュニアーズに移籍した。翌2008年夏ヨーロッパに渡りルーマニアリーガ1の CFR クルジュと契約。2008から09シーズンの UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ全試合に出場した。2009年6月5年契約で FC ポルトに移籍。 FC ポルトは450万ユーロの移籍金を支払って、ペレーラの保有権の80%を買い取った。8月16日の FC パッソスでフェレーラとの開幕戦に先発出場してデビュー。主に左サイドバックとしてプレーし、2009から10シーズンの達者でポルトガルで優勝。2010から11シーズンには UEFA ヨーロッパリーグ、スーペルリーが タッサでポルトガルの三冠に貢献した。2011年夏、プレミアリーグのチェルシー FC が獲得に動いたが、残留を選択して、ポルトとの契約を2016年まで延長した。2012年8月、インテルに移籍し、4年契約を結んだ。移籍金は1000万ユーロに加えて、活躍に応じたボーナスが、最大500万ユーロ。 しかし長友優都とのポジション争いに敗れ、出場機会に恵まれず、2014年1月、サンパウロ FC に1年半のレンタル移籍が決定した。2015年1月22日、エストリアンテスでラプラタへ、レンタル移籍。2016年1月に完全移籍を果たし、1ヶ月後の2月2日、リーガエスパニョーラのヘタフェシー F へ、レンタル移籍。 2008年11月19日、フランスとの親善試合で、ウルグアイ代表デビューした。続いて、トリポリで行われたリビアとの親善試合では、代表初ゴールとなる、決勝点を挙げた。2010FIFA フフワールドカップ、南米予選の後半戦から代表に、不可欠な存在となり、コスタリカとの大陸間プレイオフでは2試合とも、先発出場した。翌年に、 南アフリカで開催された 2010FIFA ワールドカップ本大会では4試合に先発出場。グループリーグ第2戦の南アフリカ共和国戦、後半ロスタイムには、彼としては、珍しいヘディングでのゴールを決めた。コパアメリカ2011では初戦を欠場したが、決勝までの残り5試合すべてに先発出場。 グループステージでは2試合連続得点を挙げ、ウルグアイの15回目の優勝に貢献した、ポルト時代、ありがとうございます。